のりこです。みゆきです。登録者が100人超えたので今日はお米を午後食べていきたいと思います。さすがです。じゃあめっちゃ重いわかる。今日のラインナップはフィリピンママが作ってくれたシニガン、コロッケとチーズの大葉ささみなんとかなんとか、あとは味変にポテチ。いただきます。いただきます。おめでとう。おめでとう。どうですか意気込みは。いや気持ちは行くしかないと思います。では食べていきたいと思います。レッツラーゴー。絶対余裕なんだか。本当に。いただきます。あ、いただきます。あっという間の100人だったね。うん。何が一番大変だった。100人行くとき動画編集ってさすぐ終わると思ってた。切るところとかさ、曲だったりさ、テロップとか意外と大変。気づいた私は。あ、そうなの。うちママ楽しかったな、なんか。うん、もうお腹いっぱいかもしれない。え、まだ1合足らずだよこれ。なんです。本当にマヨラーだよね。なんでマヨネーズ好きになったきっかけ何。油が好き。うん。一口でかみんなじゃんじゃん拡散してください。はい。僕たちにフェラーリを乗せてください。乗りたいのフェラーリ。うん、もう返納すればって言われた弟に。免許下手くそすぎて死ぬ。私さ大葉食べれなかったんですよ。なんかコロナかインフルとかよく分かんなかった時期があって、うん、味覚がもう消えたの。今味覚ないし食べれんじゃねえと思って食べたの。食べれたんだよね、うん、でも味覚ないからまあ食べれたんだろうけど、で、味覚戻った時に食べたら美味しく感じたの。食べれる、うまーってなって食べれるようになった最近。うん、今うちフードファイターだよマジで。うまいねご飯でしょ。お腹いっぱいなんでしょ。うん、いったじゃん。だから一杯目完了です。余裕だね。山破ってますけど、あなた大丈夫そうですか。弱いな、戦い相手になんね。大事。勢い大事。うん、きつい。最近の欲しいものは。ちょっと待って。リスみたい。欲しいものは。いっぱいかも。地位名誉富。あと、カーダシアン家とのコネクションが欲しいです。現実的じゃないんだよな。些細なやつでもいいんだよ、なんか些細な。どこでも寝れるようになりたい。スイミングッズ、ありがとうじゃん。使ってるよ。どう？まあ、なんか目に異物を乗っけるのに慣れなきゃいけない、まず。30分経ったら自動で消えるんだけど。どうだ。あ、もう30分経ったんだっていうなんか悲壮感に襲われる。うちまだ寝れてないんだっていう。なんかごめんね。つけて寝てよ。あ、スイッチだ。イエーイ。いける。なんかまさにもう無理だ。もう無理です。もうベルリンの壁。やばいよ。なだれ起きたよ。一杯でクヨクヨしてちゃダメだよ。二杯だよこれ。うん。全然進まね。やばい。だあもうしんどい。何これ食べないじゃんみゆき。全然食べないよ。感触が多いの。そしたらこうなっちゃった。流し込むのが一番利口だと思う。じゃあその分水も入ってくるってことだよ体の中に。膨らんだご飯もね。確かに。でもアイスは別腹じゃない。確かに。お前学生時代のこと話してくださいって言ってたね、コメント欄で。コメントありがとうございます。ありがとうございます。学生時代問題児だったからな、うち。え、小学生の話。小学生はもうご存知でしょ、私のボス。え、校長室に呼ばれてたよね。いや出前出前。学年と学年の間に1個なんか絶対教室があったんだけど、児童活動室みたいな。でなんか、はい、そこの部屋行って反省してくださいって言われるの。でもなんかわざとそこに行きたいから、仲いいやつらで悪いことして2、30分遊んで反省してきましたっつって教室戻るみたいな。あとはもううるさすぎて中廊下に仲いいやつと隔離されたりとか。なんか今の小学校中廊下ないのしてた。ないの。え、じゃあカバンとか丸見えってこと。うん、中廊下って何って感じらしい。中廊下知ってますか。
わざわざ撤去する意味がないじゃん。新しい学校にはないんじゃない？でもしかしたらさ、仮に例えばだよ、もしも話になるけど、ジャングルジムって何とか言われたらやばいよね。昔はあったんだよって。じゃあもしもで、ね、今はないやつなんか思い出せる？無線ガラケー、 DS、Wii、 あの友達コレクションってマンション1モテる女とかあったじゃん。あった。うち誰にも1位の座を許したくなくて、自分以外全員男にしてた。最悪。でタイプの男しか作んないの。うちみゆきも作ってたけど、なんかうちの子も作った。みゆきにムカついた時、替え歌でみゆきブサイクブバカとか言ってすごい入れてた。そう入ってか食べよ普通に。食べなよ、食べなよ。お前かな、お前かな、スタンダルコの方が大盛りにしてるよ毎回。早く食え、手が痛い、コールをするのもめんどくさい、食え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 。無理、丸見え丸見え、画面だと丸見え。無理だった。これ食べたらアイス行くわ。うちアイスも無理。そうでしょ、激弱じゃん。100人に感謝して食べてんだよ、うちは。そうだ、肘ついてごめんなさい。そうだよ、うちはパンツが見えちゃうから膝ついてるけど、ごめんなさい。てて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 て、お腹がダメよ、そんなこと言っちゃう。今何杯目みゆき、それ。まだ 3? 5杯目。まだ3だよね。うん、普通に何 3?5 も言ってないよ。55も言ってないよ。言ってる。3だって。5絶対5じゃないです。5だったらもっと減ってます。ダメ？ダメ、嘘ついてる。この女。嘘ついてまーす。なんかね、やってほしいよっていうコメントしてほしいんだけど。うちのやりたいってことくだらんすぎて通らない。いや、マジで。言っていい？なんか言ってみ？なんか。綺麗な石探すとか。そうそう。石には石があると言いますけど、その中彼女が、ねえみゆき、綺麗な石を探そうよ。え、小学生みたいな、まだ脳みそが未発達だからね。ん？これから発達してくんだもん。石探すの楽しいだろって。いや、坊ちゃんじゃないんだ。見てください。うん、すごい下手くない？うん、面白い話してる。大阪方向普通におならかと思ったら漏らしちゃった。弟の車で。普通にシート汚しちゃったんだ。めっちゃ暴露じゃん。ガチ？ガチマジじゃんみたいな。で、うちはもうずっと、え、ごめんね、ごめんねって。最悪。ブツじゃない。もうご飯食べれない。それを言い訳にすな。あの、箸が進まない。スプーンだけど。ごめんなさい。食べれないよー。すごい、オペラ座だ、オペラ座。ありがとう。じゃあ、改めまして、のりこです。みゆきです。今回は、ご飯午後チャレンジをしていきます。イエーイ。はい、ご飯手を襲ってください、はい。ね、おままごと。うち幼稚園の頃ずっとゴールデンレトリバーの真似してたんだよ。どんな自分も犬だと思ってて。強くない？うん、マジ四足歩行で感動してた。無双。見たことないんだけど。あと自称ミエルコちゃんもやってた。ミエルコちゃん、これちんすか。そこに何かいる。今日は座ってるとか言って何も見えない。今日さ、たまにさ、何もないけど怖みたいな時ない？めっちゃある。そういう時って絶対なんかいるって友達に言われたからさ、なんかうちは結構強気なんだよね。なんかほんと金縛りに会った時とか、なんか見えるじゃん、なんか見えちゃいけないものが。うちまで戦うもファッキュって、お前許せんだよっつって。でなんかね、そのうちの部屋にポポちゃん人形がいるわけないのに、カーテンのレールの上にポポちゃんがいたの。バカでかいポポちゃんがいて、なんかポポちゃんがすっげえさ、中指立ててくるの、こうやって。いや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 、うん、あの
蚊の縛り合ってる時ね。うん。で、うちはもうなんか、うちも戦いたいから、こうやってイエーイってやろうとしたらさ、自分のさ、腕から先がないのよ。うわー。うわー、上がんねえわー、みたいな。でも、めっちゃウィンクウィンクして、中指中指立ってくるから、お前マジ死ねえよ、死ねえ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 って言ってくて。お前調子乗んなよ、出てけよ、このうちの部屋から、つって。なんかもうめっちゃ。どころの話？全然最近。すごいね。そうそうそう、いい戦いだった。みゆきのすごいところがさ、頭痛いって言ってさ、大丈夫って言ってさ、真後ろ見たらさ、頭を撲殺されて殺されたミイラがあったの。え？なんか怖くない？と思って。タイトル書いてあるの、全部のミイラに。で、それ見たら、頭撲殺されたミイラだったんだよね。食べ終わりました。まだ燃える燃える燃える。燃う燃う燃う。こう聞くわ。むかーちゃん、ほんまごめんやで。本当に流行ってんのそれ。なんか逆に野菜がうめえ。うまいね、食べてんの、すごいすごい。家で何もしないとね、ちょっとしたことでこうやって褒められるんでおすすめですよ。何してんの、ご飯炊いてるっつったら、え、すげえって言われるもん。なんで、なんでそんな意地悪するの？だってまあ、だってさ、普通に漫画盛りしてないじゃん。してる。紐はぶりっこしてる。意地悪。完食でーす。まあ、同レベってことで。残りは、スタッフで美味しくいただきまーす。よかったら、高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。200人、300人、400人、500人登録したらいいことがあるかもしれません。バイバーイ。ありがとう、100人。次は200人にしようね。バイバーイ。バーイ。いけると思った、うん、いけないって言ったじゃん。何年一緒にいると思ってんの？